駐車券をお取りください。場内の案内表示に。往復で大人1枚、はい、2400円です。100円のお返しとチケットです。すいません。
すいません、はい、お願いします。ということで、無事上高地入りしました。今日の始発ね、バス5時だったんですけれども、ちょっと早く、動き出しましたね。実質4時半過ぎぐらいにはもう乗ってスタートしたって感じかな。蒲トンネルも結構早く開いたっぽくて、結局5時10分ぐらいにはね、もうあのバスターミナルに着きました。ラッキーでしたね。はい、で今河童橋を渡りました。今回はですね、奥穂を目指していくんですけれども、ルートとしては十太郎新道ですね、を進んでいきたいと思います。できれば前穂寄ってね、奥穂に行くというような感じで予定しております。ちょっと初めてのルートなのでどうなるかいや不安なとこもあるんですけどね、まあ安全第一で登ってくればと思います。朝もやが綺麗ですね。そしてクマベルがある。今回はね、またカメラ SD クワトロ H 持ってきました。まあ本当に動画が撮れない写真専用機なのでね、YouTube やってるとちょっと使いづらいところもあるんですけど、やっぱり私としては写真撮ってる方がね楽しいので、今回はもう写真はクワトロに任せてね、動画は α7C と GoPro でね行こうかなと思います。写真ねたくさん撮っていきたいところなんですけど、ちょっと工程がね今回長めなので、あんまり写真に夢中になっちゃうとね
ちょっと後々支障が出てくるかなって感じですね。また奥方の天板もね、多分人気だからね、ちょっと考えながら撮っていこうかなと思います。はい、ということで分岐ですね、明神と竹沢の分岐に出ました。で、私はこっちですね、竹沢の方に進んでいきます。で、こっちが、その道になるんですけど、ここからはもう上りですね。最初は平坦かなと思いますが、多分竹沢小屋過ぎてから結構急になるかなと思います。本日、結構上りますね。2000メートルぐらい上るかなという感じなので、まあ、ちょっとしんどいかもですが、頑張っていきたいと思います。さあ、見慣れた登山標識が出てきましたね。で、ここからね、なんか番号振られてるらしい。こうだんだんね、数字が減ってくみたいですね。まずは10からスタートです。さあ、数字が小さくなるのを目指してね、登っていきましょう。7番ですね。おお、すごい。結構山が近くに見えてきましたね。ただ近くに見えてもまだまだね、距離はあるかなと思います。登りがだんだんきつくなってきた。ちょっとしんどいですね。はい、もう荷物捨ててきたいぐらいです。さあ、5番ですね。中間地点に来ました。まだ半分か。さあ、2番を過ぎたあたりから結構ね、厳しくなってきましたね。見えます？こんな感じです。で、岳沢ついてもね、その先はかなり厳しいので、やっぱり今日はね、かなり苦労しそうですね。1ですね。いよいよ。
わお、すごいっすね。ちょっとガスってきてますけどね、うん、ただ上行けば、まあ、それなりに晴れてそうですけど、もうちょいで、岳沢の小屋だと思います。さあ、あとちょい行きましょう。いやー結構ね疲れましたね、うん、でここから、1000メートルぐらい上がってきます。カモシカの立場とかね、あとは君子平ですかの方にいよいよ向かっていくって感じですね。で標高は大体1000メートル上げてきます。辛いよね、辛いですね、はい。でここからね結構ガレ場が続くみたいなんでヘルメットしました。来られる際はね持ってきた方が絶対いいと思いますんで、忘れないようにご注意ください。では登っていきましょう。頑張ろう。さあ一気に勾配が急になってきましたね。なんかパノラマコースを彷彿とさせる感じです。似てますね。ではまずはカモシカの立場ですねを目指していきます。そこからいろいろねちょっとチェックポイントがありつつ、最終的に前方かな、まあ、前方行けたら行こうかって感じなんですけど、目指していく感じですね。でその先に奥方があります。一応ね岳沢から奥方は約6時間半ということで、まだまだ全然ありますね。まあとにかく歩くしかないか。見えます。もうあっという間にガスガスになっちゃいました。うわマジかよ。まあ一時的なのかもしれないからね、希望を捨てずに上まで行きましょう。やっぱり登りは厳しいですね。さっきの岳沢までとは全然違いますね。どん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 上に登ってってます。
モシカの立場をね超えました。眺望良かったですね。で引き続き登りが続きます。まあはしごがあったり岩場だったりね、結構ヒヤッとする場面も何個かありました。一見するとそんなでもないんだけど、結構ね手かける場所とかがなかったりするとこあったんで注意が必要かなと思います。はい、で今2500まで上がってきました。あと5、600、もうちょいかもしれない。意外とねちょっとガスってますけど、時折景色が見えて、まあ、楽しんで歩けています。ということで落石注意ですね、看板出てます。まあ確かにがれそうな感じですね。はい、でこれ上がるとなんかちょっと見えそうですね。頑張ろう。はい、ということで、学沢パノラマまで着きました。かなり上がってきましたね。うん、で見てください、景色がこんな感じ、綺麗に、まあまあ綺麗に見えますね。焼岳は見えない、で西穂も見えないですね。で後ろ行くと、まあこれから進むね方は、かろうじて晴れているという感じになります。ようやく稜線感が出てきましたね。ただね、見てわかるかな。ね、人がたくさん登ってますね。みんな奥方まで行くのかな。結構テント泊の人いっぱいいたんで、やっぱ今日は混みそうですね。よし、では頑張っていきましょう。休憩。内庁広場を出ても上りですね、ずっと鎖ゾーンです。ただまあ鎖使わんでも登れるかなという感じですね。もうちょっとで君子平かなと思います。疲れました。はい、ビール飲みたいですね。Yeah, my sister. Oh,
Black guy, but all of my everyone's my friend. You're my friend, right? Hey. Hello. Very tired. Very tired. Yeah. Thank you. Have a nice day. 聞かれます。いいですか。すみません。僕も通じてよかったと思って。着いた、キミコ、ダイラですね。着きました。疲れた。休憩。さあでは前方に行ってきます。ガスガスでしょうけど、ここまで来たらね、とりあえず登るだけ登っていきたいと思います。ということで荷物がねデポしてきました。まあ、みんな下に置いていってますね。やっぱりすげえ軽いっす。登りやすいですねこれ。で上まで20分ぐらいかなかかると思います。まあ、気をつけてね登りたいと思います。頂上はね、あそこらしいです。もうちょいだね。疲れましたが、まあやっぱ歩いてたら着きますね、本当にね。降りるか分かんなかったんですけど、なんとか来ることができました。まあ良かったですね。ただガスガスなんで景色がね見えるか分かんないですけど、まあちょっと粘ってね見れたらいいなと思います。じゃあ山頂ね行っちゃいましょう。さあようやく岩場をクリアしました。あ、こっちはこれを上がるみたいですね。まだか。あ、あれかな。よいしょ。すごい岩岩体ですね。よいしょ。あ、あった。じゃあ、ということで、前方に着きました。あー疲れた。
だね。じゃあ無事に前方着きました。ありがとうございます。晴れてるから。ああ、また掛けていいだ。一瞬。さっきちょっと見えましたもんね。一瞬ですね。ああ、なんかちょっと待っとったら。そうですね。なんかすぐ晴れる。なんかワンチャンありそうですよね。なかなかすごい。ああ。はい、ということで無事に前穂に着きました。いや、良かったですね。で、前穂ね、ちょっと待ってみたんですけど、やっぱガスガスですね。ちょっとは晴れるんだけど、もう基本的にはガスが出ちゃうって感じです。ただね、唐沢が見えたりしたんで良かったですね。この角度で唐沢見たことなかったから、すごい新鮮でしたね。はい。で、これからまた降りまして、今度はね、奥穂の方に向かっていきたいと思います。距離が結構まだある、あと2時間ぐらい歩かなきゃなんでね。あまり遅くならないようにね、ちょっと気をつけながら進んでいきたいなと思います。しゴールよいしょ。はい、ということで、無事に前方から降りてきました。で、ちょっと休憩してね、また荷物を背負って、歩き始めたって感じです。で、ここからいよいよね、奥方に向かっていきます。奥方へは、まあ、こんな感じですね。前方をちょっと、トラバースするような感じかな。で、進んでいきます。でもガスガスなんですよね。ガスガスなんですけど、まあ、ちょっとね、視界悪くて落ちないようにね、気をつけていこうかなと思います。なお、ここからまだね、2時間かかるということで、早くビール飲みたいね。まあしょうがない、頑張んないと飲めないですからね。はい、では、また奥方に向かっていきたいと思います。上高地の方からすごいサイレンの音がしますね。救急っぽいですね。なんかあったんでしょうか。で、今私歩いてる釣り尾根ですね。まあ要は巻き道みたいな感じでひたすら続いておるんですけれども、危険箇所といいますかね、やっぱり崖に結構面してるのでね、ちょっと怖いところはあるかなと思います。またさっきね、崖崩れがありました。まあ、幸いにしてそっちの方だったんですけど、ちょっとね、音が怖かったですね。やっぱり何があるか分かりませんし、地震の影響でやっぱ地盤緩んでいるそうです。必ずね、ヘルメット携行してね、お出かけください。あと半分ぐらいで、奥方山頂だそうです。まあ、小屋はそこからまださらにね、45分あるので長いね、まだまだ長い道のりです。2時ぐらいに着くかなって感じです。頑張っていきましょう。
さあ、空っぽくなってきました。今標高3080メートルですね。あと100メートル登れば着くのかな、本当かな、ちょっとわかんないですけどね。とりあえず登ってきましょう。あ、見えた。やった、あれかな、見えます。あそこがお湖ですね。やった。そしてここは南稜の頭ですね。やった。あ、ガスできた。とりあえず歩いていきましょう。もうちょいだから。はあ、皆さん見えますか、あれがお湖ですよ。ついに私もお湖にやってきました。さあ、あと少しだね。しゃ、お待ちいただいていいですか。すいません。2連2杯なのかな。はい、ということで、無事に奥穂高岳登頂することができました。お疲れ様でした。あのお社の階段結構急ですね。びっくりしました。で、あそこにね、ジャンダルムが見えています。私はまだ挑戦する予定はないんですけど、確かに切り立っててね、ちょっと難所感はありますね。うん、どうなんだろう、行けんのかな、ちょっとわかんないですけどね。でもあのなんかパックマンの敵みたいな形、こういうね、あの形が本当にそのまんまですね。はい、すごいなと思いました。で、これからなんですけど、ちょっと本当は写真撮りたいんだけど、もうね、そろそろ小屋の方行ってテント張んないとやばそうなんで、一旦、穂高岳山荘の方にね、行きたいと思います。まあ、これ降りていけば行けるっぽいんだけど、まだ30分ぐらいかかるみたいなんでね、とりあえず、まあ、そっちの方にね、行きたいと思います。寒い、結構寒いですね。夜も冷えそうですけど、まあ、とにかくテント張りましょう。はい、では行きましょう。わあ、カラサワがあんなちっちゃい。すごいですね。でも賑わってますね。すごい。おお、小屋が見えてきた。テントは。なんか結構そこそこありますね。張るとこあるかな、ちょっと心配ですね。とりあえず行きましょう。しゃあ、疲れ。さっきの現場です。はい、なんか天馬コムから板張りサイトを1000円で開放するそうです。これよくないか、一応見てきますか。
すいません、隣をお借りしていいですか？全然いいですよ。すいません、どうぞどうぞ。ありがとうございます。32番です。お疲れ。あー疲れさまちで。あ、ありがとうございます。こんにちは。あれもあったんですね。そうですね。降りた時にお見かけしたんです。ありがとうございます。神田南口で、あ、あとダムで来た時ですね、はい、ありがとうございます。これ列の最後ですか？一応はい、並んでます。あ、はい、あ、そうなの。え、ちょっと書いてないんですか、聞いてほしい。あ、文化祭ですごいね。めっちゃ混んでる。夕食会がないから体が。そうそうそう。飯と酒まで。お願いします。全員いただきます。この札をテントにつけておいてください。明日の朝後ろの記帳台のところに家具を置きますので、そこに返却をお願いします。飲料水等手洗いは料金いりませんので、そのままご利用ください。テント、わさっても食べましたか？こちらこそすみません、ビールありがとうございます。本当に、はい、またお気をつけ、はい、ありがとうございます。本当ありがとうございます。はい、ということで、休憩してちょっとビール飲んでね、今ダラダラしてるって感じですね、うん、夕日はね微妙かな、こんな感じですね。まあ見えそうな気もするけど雲次第ですね。はい、で、これからね、まあ写真撮ったりタイムラプスやろうかなとは思ってます。結果はどうあれとりあえずやっといてね、損はないかなとは思いますんで、やろうかと思います。あとはもうダラダラですね。はい、さらに嬉しいことに、あの動画を見てくださっている視聴者様にお会いしましてですね、なんとビールをご馳走になってしまいました。これで夜の分のビールも
確保できたということで、もう本当に至れり尽くせりというかね、もう本当ありがとうございますという感じでございます。はい、まあそんな感じで、もうこの小屋の方でねダラダラしていきたいと思います。それではお疲れ様でした。ダメでしたね。全然ダメでした。うん、で今もねガスできちゃってますね。星はちょっとどうかなって感じ。星はあんまり星取れないですね。はい、まあしょうがない。で明日は朝ねちょっと写真撮って、満足したら唐沢経由で降りようかなと思っています。まあ今日ほどねそんな大変じゃないかなと思いますので、ちょっと心にも余裕があるかなって感じですね。はい、ということで、ではもうテントの方でねのんびりしたいと思います。それではお疲れ様でした。はい、ということで、おはようございます。朝になりました。結局また日の出前から写真を撮ろうと思って、ちょっとあの奥方の方にね、途中まで上がって、でそこから槍が見える方をね、撮ってました。ただ残念ながら、焼けなかったですね焼けなかったので、まあ、そんなにドラマティックな感じには撮れなかったんですけど、まあまあまあでも綺麗な景色が見れたんでいいかなと思います。で、これからですね、テント場戻って、まあ、朝食食べてね、下山していこうかなと思います。今日帰りは唐沢におります。唐沢から、上高地入ってね、またバスで帰るって感じですね。では、ひとまずテント場戻りましょう。めっちゃ寒いんだよね。うん、ではでは、おはようございます。あら、全然テントないや。ということで、よいしょ、到着。お隣さんもいない。まあいいや。
さあ、では撤収準備完了しましたんで、これから小屋寄ってね、降りていきたいと思います。ありがとうございました。32番です。ありがとうございました。32番ですはいらないか。唐沢があそこですね。で、下ね、結構人が登ってこられてますが、まあ、確かにちょっとがれそうな雰囲気がありますね。まあちょっと気をつけて進んでいきましょう。で、ザイテングラード通って、あとわちゃわちゃすると、唐沢の小屋の方にね、出るみたいです。パフェはもうやってないですよね、多分ね。パフェやってたら食べたいけどね。まあとりあえず、そんな感じで進んでいきたいと思います。狭いんだね。待ってましょう。すいません。危険な感じはないですね。なんか北方の下りとかと、あそこか、北方のあっちとあんま変わんない気がする。ようやく終わりが見えてきましたね。そこまで降りて下降りれば、あとは緩やかに下っていく感じになるみたいですね。そんなに大変ではないですけど、確かに岩体だからちょっと苦労するっちゃ苦労するかもですね。はい、あとはこっちですね。ずっとまあ歩いていく感じですね。結構こっちも登るんですね。ちょっともう
紅葉が始まってますね、うん、昨日とか結構冷えたらしいんで、これからねどんどん色づいていくのかなと思います。一応パフェあるかだけ見てきましょうか。そしたらね、はい、ということで、カラサン小屋見たんですけど、やっぱパフェはないです。夏場だけっぽいっすね、あれは。残念です。はい、ソフトあったんですけど、ちょっとね特サーでも食べるかなと思って一旦ちょっとステイしときました。はい、まあしょうがない、パフェはまた来年食べましょうね。で、ちょっとヒュッテの方行ってね、休憩したいと思います。でそこからまた普通に降りていく感じですね。はい、よし。いやいやいや、ということで、上高地歩いてます。もうすぐ徳沢ですね。時間はなんと1時半です。かなりのんびりですね今日は。また間に合いか、じゃあバスには間に合いそうなんで大丈夫だと思います。でね、お昼まだ食べてないんですよ。ちょっとお腹空いちゃったんで、今日は徳沢園でお昼いただいていこうかなと思います。カレーうどんにするかカレーライスにするかね、ちょっと迷ってますね。うん、まあついてからの気分で決めたいと思います。秘宝です。徳沢園
ランチ終了しました。ショック。なんかね、最近ピザはやってたんですけど、ちょっとピザじゃないなっていうことで、結局コーヒーソフトを食べてきました。まあ、美味しかったからいいんですけど、ちょっとお腹空いてますね。まあ、下山してから食べたいと思います。はい、ということで、今回はですね、前穂から奥穂に行きつつ、さらに唐沢経由で降りてくるというルートでね、歩いてまいりました。まあ、簡単に感想などお話ししていこうかなと思います。まず、結論なんですけれども、今回のルートはかなり体力を使ったなっていう印象です。初日前穂まで行く時点でかなりね、一気に標高を上げていく形になります。まあ、そこでも体力使いますし、さらにそこから君子平からですね、じゃあ前穂行くかということで前穂行ったとしても、多分片道30分ぐらいかかるのかな。だから往復1時間ぐらいですね、かかります。で、そこまでで体力使った状態でさらにじゃあ奥穂行くかとなると、2時間ぐらい歩かなきゃいけないということでね、その初日はかなり疲れたかなっていう印象がありますね。はい。で、私は昨日の夜本当8時ぐらいから寝ちゃったんですけれども、結局朝まで全く起きることができませんでした。なんか久々に山にやられたなっていう、ね、感じがしますね。うん。それぐらい疲れました。うん。やはり体力ね、ちょっとあまりまだ自信ないなって方は、ちょっとこう、なんかその前にやっぱ何個か重装とか練習した上で行かれた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。私は今回かなり疲れましたね。はい。で、その次は2日目ですね。唐沢から降りてくルートに関しては、まあ、特に問題ないかなと思います。ザイテングラート私初めて通りましたが、下りは問題ないですね。ただ上りは、まあ、ちょっと岩岩帯が出てきたりしてって感じなので、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないかなと思います。で、お天気悪い時ね、下りも上りもちょっと怖いかなと思いますので、ご注意いただければと思います。あとは写真関連に関しては、今回 SD クアトレーチ持ってきましたが、多分撮れ高微妙ですね。正直なんかこれといってなんか手応えがあったっていう写真がなくてですね、ちょっとまだまだね、練習しなきゃいけないかなというふうに思います。
まあ、いかんせん山で写真撮るっていうのはね、その天気とかもほぼ運みたいなところもね、一部あったりするので仕方がないんですけれどもね、うん、ただじゃあそのね、いざっていう時に自分の力をなるべく活かせるようにね、するには練習しなきゃいけないと、あとはそのカメラとかね、その写真について勉強しなきゃいけないっていうのはまあ当たり前のことなので、それはやっていきたいなというふうには思います。そして今回もですね、本当に非常にたくさんの皆様からお声掛けの方をいただきました。動画見てるよということでね、お声掛けいただいたりとか、あとビールをご馳走になったりとか、さらにおひねりもいただいたりということでね、本当皆さんありがとうございます。皆様からのお声掛けが、まあ、私のその動画のモチベーションにもつながっておりますので、今後もね、ちょっと皆様に、より楽しんでもらえるような動画作れればなというふうに思っております。まあ本当はね、まあ、どっちかっていうと本当は写真の方がね、力入れなきゃいけないかなと思ってますので、まあ写真もやりつつちょっと動画もやるっていうような感じにはなるかと思うんですけれども、まあ今後もね続けていくつもりでおりますので、もしよろしければお付き合いいただけますと幸いでございます。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。いや、本当にね、めっちゃ疲れましたね、今回は。もうやられたな。まあ、とりあえずはいけてよかったですね。はい。では、お疲れ様でした。